ラジオコンプレックスブラザーズ、ラジオコンプレックスブラザーズ、 RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。ヤマト工房サウンドクリエイターのヤマト凛です。ヤマト帝国脚本演出家のインカネーションです。通常回ですね、久々にね。割とゲストが多い最近。久々、あ、まあまあそうかそうかそうか、ずっとゲスト続きだ。ゲスト2回続きだからね。あ、そうかそうかそうか。そう考えると僕ら2人のこの蜜月の時が久しぶりに来たわけですよね、これね。そう、だそういうことになりますけど、約1ヶ月ぶり、ね、クンズホグレツのね、うん、気持ち悪いこいつはそうやってさまあゲストをまたね呼ぶ機会っていうのはまあ予定はあったんですけれども、まあそれとりあえず次回に撮っておくということで。あ、そうなんですか。次回以降かな、ちょっとあのタイミングは分かりませんが、ちょっと撮っておくということで考えてるんですけれども、はい、なんかまた体調崩されたそうで。熱出してね。あら、フィーバーしちゃってた。本当にね、久しぶり、あ、熱出したの久しぶりなんですよ。体調なんか疲労が溜まってんなってのは思うんですけど熱出すとやっぱりね、握る気力もないわけですよ。アホかお前は夜。いや、これ有識問題だと思いません？あ、そう、まあ確かにそうだろうな、男としてはね。確かにその通りだわな。 ね、 ね、でもこれ20代前半ぐらいの時は全然握れたわけですよごめん、ちょっとわかるちょっとわかる。年取ったのかな、ちょっと。もうだってあれだもんね、あのもうここ25回っちゃうとさ、日々もおろそかになるもんねあ、そう、あ、割と。あ、そう、ああ全然。俺結構あの全打席出ますよフルイニング出動しますよ僕は。もう今日のトーク最悪だな。女の子に出る時にできないトーク全開だなゲストがいないって言われた瞬間からもうこの感じですよ。この手です、もうこの手たらくですよ。ダメですよ僕らはもうこんなんじゃ。でもまあ、みんなだってこれ聞いてる方々、男性の視聴率、聴取率やっぱ 80% 以上ですから。まあね、男性諸子が聞いてるとは思われますけれどもね。そうですよ、だから、はい、あの一応ね、皆さん共感いただけるようなね、共感って大事じゃん。嫌な共感だないうことでね、ちょっとね、はい、あのこんな あのクソみたいなというかね、言ったらなんですけど、うん、そんなトークの具にもつかないトークですよ、こんなの、ね、本当にそんなトークなどにこんな発表するのもなんなんですけれどもね。あ、どうしました。なんと RCB 主題歌が、おついに第2曲目が今制作開始ということで、実はあらちょっと制作をしております。最近あのオリジナルの曲の制作が会長でですね、2週間で12、3曲作って、まあ、その中の1曲に入ってるんですけれども、あの、まあ、というのも理由がですね、このラジオが公開される週末6月の12日に秋葉原でイベントが決まりまして、おう、で、まあ、ブログにはしばらく前に告知をしたんですけれども、そこでオリジナルのアルバムを何とか出したいなという、はい、6月の12日の日曜日ですね。え、何、え、1週間ぐらいで作るつもりあなた。そうですね、今その収録の約1週間前ですけど、はいはいはい、で、まあ、オリジナルを、お前すげえな、アルバムを打とうかなと。また秋コレなの。秋コレです。秋コレ6、秋コレ6、秋コレ秋葉原通運会館にて、で皆さんね、お暇であれば来ていただければね、いうことでね、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。RCB 38th Complex マノ80度バンク、ステイチューン。な、何それ。改めません、ヤマトリンです。私は改めます、インカネーションです。別に改めなくても僕はいつだってヤマトリンです。もうブレブレだから僕はもう常に改めないと自分を見失うなるほど、茶番が済んだところで、前が始めたんだぞ。まっちゃこさんからいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。周りに無茶を言える人脈スキルもすごいけどな、中川さんはいい人だな、オリジナル曲にピアノアレンジを頼もう。中川さんといい、明さんといい、そのうち人かき集めてものすごい曲を作りそうっていう前回前々回へのメッセージいただきました、はい、なかなかさ人に無茶って言えないよね。あのやっぱりね、結構自分に結構自信がないと言えないんだよね、人に無茶って、うん、
自信ないのに俺人に無茶言うなって今ふって思っちゃった。いやあなた自信あるんですよ根拠のないそうね一言余計だよおーおー一言余計やで。いやでも冗談抜きにしてあなたも自信はあるし、だ自信があるとか自分のやってることに何だろう、うん、正しいと思ってるわけじゃん。まあね、正しいと思ってなきゃやってらんないじゃんそんなこと。そうだね、だからそれは中川さんも一緒だと思うんですよね、うん、だから本当に僕はすごいなと思うんです。僕はね結構ね無茶って言えない。そうだね、まあ、これはトークをさせていただいててやっぱりね、まあ、無茶を言えるその人脈スキルもすごいですけど、そういうのがまあ周りにいるヤマトリーのスキルっていうのも高いなと思ってて、まっちゃこさんの言うように変人を集めるスキルね。そうそうそう、すごいいい意味でだよ、いい意味でクレイジーな、うん、ぶっ飛んでる人たちを集めるのが得意だと思うな、あなたは、うん、それは言えてる。だって、ね、言うたらあなたもそうだからね。そうだね、そう、その中ではまあおとなしい方ですよ僕は本当かその腹でおいおとなしくない腹ってどんな腹だったんですか。わがままボディでねでもそうなんですよ、だからすごい一曲作ってほしいですよね、いろんな人集めて頑張って作りたいと思います。まあまあ、もう一個コメントあるので先にそちらの方を読ませていただければと思うんですけれども、ゴッドカエンタンさんからいつもありがとうございます。久々のゲスト会でしょうか、割と最近ゲスト会が多いんですけど、うん、ピアニストで車好きというえらい個性的な部分も相まってか、トーク力の高さも相まってなのか、とても楽しく聞くことができました。ありがとうございます。昨今なんか物騒な事件もあったりしますので、そういう目に合わないよう、そんな世界は見なくても済むようなど老婆心に思ったりということで、彼女たちの身を案じたコメントをいただいております。これ伝えときますちゃんと。これ、ね、思うんだけどさ、このニュースの話なんですけど、ね、大和くんですかもしかして。いや違う、大和くんじゃ、北海道の置き去りの子じゃないびっくりした、何の話だと思ってないことお前はそうやっていきなりワイルドピッチする俺じゃなかったら取れなかったぞお前今そうだよ、もう本調子の君にね戻頑張ってね、病み上がりが立ち上がってもらおうと俺今頑張ってキレッキレを目指してるからやめろお前。じゃあアイドルの子ね刺されちゃった、あ、あれさ、ね、本当に思うんですけど、やっぱ怖いよね。そうだね、テレビでちょっとねその、まあ、事務所に所属してタレントさんがねコメント出してましたけど、女性のねタレントさんが出してましたけど、はい、やっぱりそのフリーっていうのは自由な反面、やっぱりそういったセキュリティっていうのは結構甘いところがあるから、そうだね、むしろだってセキュリティオープンにしないとどうやって仕事取るのって話もあるしね。そうそうそう、だ自分の身を自分で守んなきゃいけないんだけども、もうあれはもう防ぎようがないよね。どこまで世界というか社会をさ信じられるかっていうところもあると思うし、あとはもう究極的には運だよね。やっぱりまあでも一人で行動しないって大事ですよ。 そうね、その点だからね、中川さんなんか皆さんと行動することが多いんでしょ、いっぱいいろんな人と。まあ変な話無茶ぶりをするからね、うん、あと歩いて行かないでしょ会場まで、で車で行くでしょそりゃそうですよ、もう愛車で行くわけですよ。大丈夫ですよ、スプリンターとの86に乗って行くわけですよだけどまあ最新の注意をね払っていただいて。そうだね、交通事故なんてのもあるしね。そんなまあ交通事故もそうだし、こんなね変な人に襲われてね過失生命を終わるなんてのは、うん、本当に不本意にも程があるので、本当ね、それだけはちょっと避けていただきたいなと思いますね。ところでコメント皆さんありがとうございます。いや楽しかったよ ねこの間の回ね。いやまたちょっと頑張ってね、ああいう回を設けたいなと思ってはいますんで、今度2人 ね2人赤い糸さんとしてゲストに出ていただきたい、ね、赤い糸さんとして番組を始めていただきたい。あ、それが始めるそうですよ。そうなの、そうそうそう、なんで話来てないの俺に。いや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 、なんで俺だって来てないよ。メイン MC のインカネーション差し置いてあ、これから来んのかなオファーが。あんまりシャシャると後で怒られるぞ。怒られたっていいよ別に、俺は喋ることしかできないんだからわがままボディでね。本当だよ、本当にお前は本当に尿道に線香を刺すからなお前。一番危険なやつや途中で折ってやる、はい、話をちょっと 戻して、はい、まあ、オリジナルの曲の話なんですけれども、オープニングのね、はい、うん、まあ、先ほどね、いろんな人と一緒にオリジナル曲楽しく聞かせていけたらなというところもあったんですが、まあ、今回オリジナルのアルバムをまず
ちょっと作ってるということで、まあ、この週末にですね、秋コレの方で、まあ、ぜひ出せたらなと思っているオリジナルのミニアルバムがまたございます。はい、まあ、そのうちの1曲をちょっと今かっこちょっと後ろで流そうかなと思います。はい、曲名はですね、パワーコードセクションという曲です。はい、はい、こちらです。まあ、何を隠そう、まあ、現在鋭意制作中の SVW、うん、あれの BGM として作っている曲の一つなんですけれども、まあ、今回のミニアルバムは僕の原点に帰ろうと思いまして、うん、僕の原点って SVW だったなと思って、そうなの、なので SVW 関連のミニアルバムにできたらなと思って今あの曲を頑張って書いてます。なので非常にあのゲーム曲っぽいんですよ。そうだね、すごくゲームっぽくない？これあの昔のさ第3次ぐらいのスワロボだよね。そうそうそう、とかのBGM、 そうそう、あの辺を狙ってたりするわけ。もう最初の入りがまさにそうだよね、この曲はね。そう、ドゥーテレレテ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 レはもう完全にゲーム戦闘曲だよね。戦闘でも入った時だよね。そう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 。まあもちろん SVW の中で使うっていうこと前提に考えてはいるので、まあ、ちゃんと戦闘に向いた曲が多いんですけど、だからまあテンション高めの戦闘曲が中心の、まあインストアルバムにできたらなと思って今頑張って書いてます。でもこの曲聴いてやっぱり SVW の、まあ、完結編なわけじゃない、うん、今後作ってるのは今。そうですね、はい、あの完成楽しみになるよね、やっぱり BGM で受けると ね、 ね、いや、 やっぱ自分でもモチベーションが上がるんですよ、 BGM ができてくると。僕のキャラの BGM はまだできてないんです。残念ながらね、今ね制作中です。ちょうどあるんだ、あるあるある、南部政治あるよ、あるんだ。で今とりあえず手掛けてるキャラクターの一覧ね、はい、BGM をソニックボイダー過酷ラリューゴイはもう僕のできてんの、これは。そりゃそうだ。でメインヒロインの羽尾まどこできてる、はい、第2次主人公のリードウェルフューチャー、今こう流れてるやつがそうです、ね、これはリードウェルフューチャーの曲なの。あと、はい、あのその第2次リートの相棒だった、まあ、ヒロインですね、はい、のマイナ・レイラックの、曲もできてます。第3次の主人公の、はい、フォルテ・ストアップマーシュ、はい、彼の曲も、まあ、ほぼできてます、はいはい、であとあざと京介、第1次からずっと出てるあざと京介の曲ももうほぼほぼ完成してます、はいはい、当然南部誠治君もあるわけですよ。あ、ありがとうございます。だって京介がありますから。でも南部さんってさ出るの初めてじゃないの？いや第1次からいるよ。あ、いるんだ。あなた3代目で。あ、3代目、どうも3代目南部誠治です。どうも3代目南部誠治。2代目ちなみに浩太さんだもん。そうだね、あれで2代目でいいの？あれって言っちゃったけど確か2代目かな。そう、2代目、2代目、うん、そう、楽しみ。あと可能であればドレイザーアトラスとかも作りたいんだけどね。 あれ、ライル・マイ・ローダーはあんの？ライル・マイ・ローダーも頑張って作りたいとは思ってますこれ SBW 分かんない人にしか分かんないトークになっちゃう。分かんないトークですけど、まあまあ、ね、まあ、僕のラジオ聞いてる人は大体 SBW 知ってると思うんで、ね、僕よりか知ってると思いますよ皆さんねその可能性は高い高いね完成予定は大体いつ頃なんですか？ BGM じゃなくて本編は。あ、本編ですか？本編はね、ここでやっぱり起こしとかないと。8月頃をめどに考えてはいますが、うん、あれあれおかしい、わかんない。根拠のない自信を出してくれないここで。あ、根拠のない自信で8月です。あ、できるね。じゃあ8月に上がるね。根拠のない自信は8月です。良い子は真似しないように以上メイントークのコーナーでした。インカール特急、雨の日にまつわるクイズです。おう、デパートでは雨の日対応としてお客様用の紙袋とかビニール袋とかにさらにビニールをかぶせたりするサービスがありますが、うんうんうん、窓のないことの多いデパートでは店員さんが雨が降ってきたことになかなか気づけません。そこで、うん、有名デパートではある方法で店員に雨が降ってきたことを知らせています。その方法とは何でしょう？やぶみだね。カッて飛んでくるの色があって、あともしくはやぶみかのろし店内で手旗信号でもいいんじゃない正解は雨が降ってきた時専用の BGM を店内に流すでした。このコーナーではヤマトリンに挑戦してほしいクイズを募集しております。クイズの内容、答えを記載の上、RCB メール投稿フォームよりお送りください。てっきりね、視覚情報だと思ってました。まさか聴覚情報だとは思いませんでしたね。
ックストップ3。このコーナーはお題におけるトップ3をパーソナリティが決定するコーナーです。なんか忙しすぎてテンション上がりすぎちゃって今ちょっと印鑑に食ってかかっちゃったもんね。ねえ、かぶしてきたよね。俺の出番をなくすつもりだったよね。もうね、一人でタイトルコールもしコーナー説明まで言いそうだったもんね俺ね。この後ずっとコーナー一人で喋ってたらいいんじゃないかな。そしたらすいませんでした、今回のトップ3のテーマはこれは以前実はやろうと思っていたコーナーですね、はい、ゲストのトークが大変面白かったので、はい、一回飛んで今回になりましたが、これ前回インカさん考えてくれたんですよね。はい、今回のトップ3は情報化社会の弊害トップ3。あるね、いっぱいね。便利になってきた世の中ですが、その代わり失ったものも多いのではないかということで、そんなトップ3を我々がコンプレックスな視点で選んでいきたいと思います。これは情報化社会というか、まあ要は電子化されたものならではだと思いますけれども、あのスマートフォンでゲームっていっぱいあるじゃないですか。はい、そうでなくてもあの今のゲームって余計そうなんですけど、ダウンロードコンテンツ課金システム。あで、スマートフォンならまあね、ソーシャルゲームねの課金はまあすぐ、まあ、ピンときたんですけど、普通のプレイステーション4とか3のゲームでせっかく8000円だなんだ1万円近くするようなゲームソフトを買ったのに未完成のものが来るとはどういうことかと、あげくシナリオをさらに買い足せってどういうことっていうのが俺の中では消せないの。俺も消せないそれは。だよね。あれが日本のゲーム業界をダメにしてると僕は思ってて、やっぱそうだよね。あれ良くないと思うんだよな。もう買ったら買い切りでいいんだよ。あ、そうそう。でダウンロードコンテンツ販売っていうのはアメリカでは結構メジャーなのよ。うん、でもだってソフトの単価を安くしてほしいよね。そうそう、それとアメリカは売り方がなんていうかな、正しくて、うんうんうん、日本ってどうあってもそのゲーム自体の難易度を下げてしまったりとか、まあ、キャラクターを強化してしまったり進めやすくするっていうのを課金で販売することが多いんですよね。はい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 。アメリカって全然関係ないオプションを売るんですよ。ファン向けみたいな、はいはい、追加 BGM とか追加オブジェクトとか、へーへーへー、そうそうそう、ゲームのその難易度だったりシステムに何ら影響のない飾り、アクセサリー要素をダウンロードで売るんですよ、うん、なるほどね。でそれはみんなファンの間ではあ欲しいねっつって買ってくんですよ、うん、でもそれはいいと思う。そう、ソフト自体は売り切りで、ソフト自体の面白さはその売り切りの状態で担保されてるので、うんうんうん、やっぱそういうのはね進めてほしいと思いますよね、日本でも。そうだね、これはいかんともしがたい。まあゲームやんないからなあんまりな。ほんとダメ、あの最近のゲームほんとダメで、やっぱりねスマートフォンのゲームがやっぱ一番害悪だと思いますね。もう少し楽しいやり方ってあるはずなんですよね、絶対ね。うん、ちょっと目の前の小銭を稼ぐことにちょっと躍起になりすぎって感じですね。まあゲーム業界も逼迫してるじゃないですか、金銭面で考えて。そうね、わからないでもないんですよ、生き残るためにっていうさ、うん、ただなんかな、まあ、ゲームも夢を売る商売の一つだと思うんですよね。はい、まあ、だからある意味 AKB 商法の一つに近いなと思います、正直。あ、まあね、石をみんなでさ買ってさガチャガチャ回してさっていうのでしょ、スマートフォンであれば。おしゃれな敵屋だよねあれね。そうだね。本当にうまいこと言うね。3つのうち1つ、はい、コミュニケーションツール、はい、これはですね出た当初っていうのはあなんて便利なものができたんだと、はいはいはい、思ってたんですよ。あの黎明の時代だと何ですかね、黎明の湯だと、まあ、ミキシーとかがコミュニケーションツールで優秀だったのかな、うん、最近思うことがあって、はい、うん、ずっとパソコンの前とかずっとスマートフォンとかをチェックしないといけないの、うん、はい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 、はい、逆に、ね、これがあるから便利じゃなくてこれが当たり前になったらそれを見てないやつは弾かれてしまうわけですよ。それに縛られていく方ね、縛られていく、うん、でじゃあ例えばねその Facebook とかありますけど、ああリアルでね何回もちょくちょく会う人たち、ああに関して、まあ、あのまた会った時になんとかかんとかでって言った時に分かんない話題とかあるわけですよ。あるね。何それって言ったら、え、お前 Facebook 見てないのと。はいはいはい。見てないと。なんで、なんでもクソも別に見たい時見たらいいだろうと思うわけですよね、僕はね。うんうんうん、うん。それが当たり前で進んでいくっていうのは僕は違和感を覚えるわけですよ。それについては俺も思うところがあって、はい、僕も結構近いのを次2つ目に挙げててね。
うんうんうん、今の印鑑さんの観点で見ていくと、はい、今の子供たちもさ、例えばさ、変な話さ、お前昨日のあの8時台全員集合見たかと、うんうん、見てないと村八分みたいなのってあったわけじゃん。 ありますね、それがまさかのスマートフォンみたいなものすごい膨大な情報を処理できるツールがそこに収まってるんですよ、うん、そりゃ村八分があちこちで怒るよね。怒ると思います。むしろ村八分起こすためのツールなんじゃねえかっていうレベルだもん。じゃあ先週の全集合見たか、先週のガンダム見たとか、うんまあ、もっと大人になったら先週のドラマ見たとか、うん、なってくわけ。それはもとすごく大きなマスメディアだから、うん、見ててもいいし見てなくてもいいんですけど、見てる人の方が圧倒的に多かった時代なんですよ。まあマスメディアそのものが少なかったからね。そう、村八分にされてしまうっていうのはちょっと言い過ぎだけど、あ、見てないんだっていう感じで終わるんですけど、誰が好んでね、うん、そんな小さいコミュニティで、小さいコミュニティ、お前の小さな社会で起こってる、うん、昨日美味しいカフェでなんかランチを食べましたみたいなのをチェックしなければならないのかと、ブスと最後いらない、ええ加減せよと最後のいらないけどすごくわかるでしょ。なこれね、まあ、被るのがちょっといくつかあるんですけどね、この先僕が言おうとしてるやつに、はい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 、ちょっと全部つながっていくんですけども、うん、まあまあ私の一つ目はこんな感じです。コミュニケーションツールの、まあ、当たり前化というかね。これ被る可能性は出てきたな、はい。次の私は連絡部署なんですよ。連絡部署、あのさ、 LINE のまあ既読だけとかももちろんそうなんだけど、既読がつく分にはまだいいわ。メールだとか電話とかねの、うん、仕事なり、まあ、約束なり、ギリギリまで連絡をよこさない人が増えた。ああ。いつでも連絡が取れるから、携帯で、うん、LINE で、うん、それを、いいじゃん、直前で、みたいな。あ、それよろしくないね。連絡分かってる側はいいの。分かってる側はさ。はい、だけど、あいつに連絡すればいいやって思ってる側はいいけど、連絡を待ってる側っていうのは、あいつ大丈夫かな、連絡起こさないけど、まさかもしかして何かあったんじゃないかなとか思うわけですよ、こっちは。思いますよ、それは。そうだ、例えば今日もね、あの僕も職場を出る出ないの時にね、インカさんに LINE で連絡をして、ごめんちょっと何時ぐらいになりそうだとかいうこと言うじゃないですか、はい、でもそれ分かった段階で僕は言ってるわけですよ、はい、自分の動きが、はい、そういうもんだろと。その通りだ。いいんだよ、連絡がね、直前に取れて、どんな時でもコミュニケーション取れるっていうのはものすごく便利なことだと僕思ってるんですよ。思う思うよ。昔じゃあ携帯電話がなかった時代なんて、待ち合わせ場所を例えば喫茶店とかにして、うん、来れない場合はその喫茶店に電話かけてたんだから。そうだよね。そう、そういう時代だったわけですよ、僕らがもっとね、あの子供というか赤ん坊よりもっと前です、僕が生まれる前の時代、うん、ね、そういう時はもう事前にやっぱ分かった時点で連絡を入れるって当たり前で、分かっていたら何週間前の予定でも先に伝えておくっていうのが当たり前だったし、うん、それってでも、まあ、社会人としては当たり前のルールなんですよ、事前に設定するっていうのスケジュールを、うん、それをね怠り始めるとあんまりうまく回んなくなってくるんですよね、いろんなことが回んないね。だからそれはね、まあ、弊害は弊害ですよね。これはね、あの、そういったコミュニケーションとちょっと離れますけど、レビュー文化。はいはいはい。これ僕苦手なんですよね。ああ、食レポとかね。まあ、特にその通りで、うん。まあ、食べログとかあるじゃないですか。はい、ありますね。で、あれで、レビュー書く人がいない場合は平均点になるわけですよ。うん。ってことは、地元でものすごく美味しいお店があると。もう子供の時から行ってて、うん。もう地元の間でも超有名。うん。だけど地元のその高齢というか、そういうのはやっぱり慣れ親しんでない人たちが行く、なんかそのさ、盛り場じゃないわけですよ。観光地でもないわけですし。レビューなんかわざわざ書かないわけですよ。そうだね。で、ここ美味しいから行ってみてっていう人に紹介すると、大体その人は検索をするわけですよ。はい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 。で、レビュー見て、3.02 ぐらいですけど、みたいな顔をするんですよ。ああ、いや、食ってみろってと、絶対うまいからって言ってもなんか半信半疑なわけですよ。これってもうまさに弊害で、じゃあまあそのおかげでね、良くなってることもあるんですけどね。ある意味さ、風評被害だもんね。風評のない方の被害だからね。そうね。波風がなくて純粋に美味しくて地元で盛ってるところなんて、レビューなんてわざわざ書いてもらわなくたっていっぱい人来るんだから、レビューなんかないわけですよ。ないないない。好きなやつが書けばいいんですよ、あんなものは。そうですね。参考資料なわけ、うん、でもじゃあ僕らもじゃあそれ一切使わないかって言ったら、田舎とか行ってね、地方とか行って、その、うん、なんか食べるもの探すときにやっぱランキング見ちゃうんですよね。見るね。
なんだけど、ふとそのことを思い出すと、あ、でも点数が低くても、別に美味しいお店っていっぱいあるんじゃないかな。うん、で、それに引っ張られて飲食店とかも、レビュー書いてねっていう流れにするっていうのは、うん、いいことなのか悪いことなのかよくわかんないんですよね、僕の中ではね。あ、なるほどね。で、観光地とかはいいの。観光地とかのレビューとかもあるじゃん、はいはいはい。あるあるある。あれ、力入れるから、レビューが低いと。あ、その観光地は。だ、活力にもなってるから、よしあしなんだけども、うん、私はちょっとね、疑問符は残るなと思ってますね。私の三つ目ね。はい。これはもう端的にスマートフォンです、僕は。あ、もうスマートフォンっていうもの。もの自体。で、どういう弊害かっていうと、僕実は景観なんです。景観。景観って見る、その、見た目。日本の国の中での、人、はい、人並みという景観。はいはいはい、僕は恐ろしく損なわれていると思うんですよ。それこそ2020年には海外から大量の人が来ると思いますが。ああ、そうね、東京オリンピックでね。俺、この間、ふと電車に乗った時にスッて見たんだ。乗客を。周りをね。うん。95% 自分のスマートフォン見てたの。すごいよね。怖いなって思った。ほんと怖いわ。ゾッとしたんだよ、その時。で、その時俺も反射的にスマホを撮ったんだよ。あ、うん、これは依存してるって思ったのね。もうこの社会そのものがスマートフォンっていう通信ツールに依存してるって、はい、数えちゃったもん、思わず計算しちゃったもん確率割り出しちゃった、割り出しちゃったもん俺つい。ああ、いや気持ち悪って思って。本当そうよ、本当そう。だスマートフォンだったりそのタブレットだったりっていうのを見てる人結構多いんだけども、まあ、見てるとさ、うん、その例えばタブレットとかでもさ本読んでる人とかもいるんだよね、電子ブックで。まあね、一概にまあこれはかなり普及したんだなって僕は思うんですけど、うん、面白い光景があって、よく僕は電車を仕事に乗るんですけど、はいはい、まあ、大体 90% から 95% スマートフォン見てますわ。ですよね。まあ 95% だとしよう、うん、あとの 3% はまあ寝てますよ。寝てるね。で、あとの 2% は別のもの読んでる。読んでたりとか、人を喋ったりするんだけど、はあはあ、結構若い人の方がスマートフォン見てないんだよね。あ、乗ると、学生さんとか教科書とか見てんのよ。うん、で、やっぱ就活生とかは、エントリーシートとか書いてたりとか、ね、まあ、なんかノートにメモったりとかしてるわけ。はいはいはい。おじさんばっかりですよ、おじさんおばさんばっかり。うん、スマートフォン見てんの。うんうんうん。あれ、これは面白い光景だなと思うよね。ああ、そのタイミング、やっぱさ、その乗る時間帯にもよるよね。あ、乗る乗る。それはそうだと思う。うん、今思った、うん。それ何時頃ですか？やっぱ朝。あ、夕方ぐらいですね。あ、夕方と、あれだね、一番人が混み合う通勤の時間、ね。そうだね。いろんな人が乗ってる時間帯だね。はいはい。僕ね、昼下がりだったんですよ。2時かな、はい、ぐらいに、ちょうど新宿で乗ったの。はい。新宿で乗った時にそういう光景を目にしてつい数えちゃったんだけどまあやっぱり要は仕事で移動中の人とか、はい、まあ、あとはなんかこう遊びに出るんで移動してるような感じ、要はもうかなりなんだろう、あまりこう偏ってない時間帯だよね、ある意味、うん、仕事してる人もいれば娯楽でいる人もいればそうじゃなくて分かんないけどっていう人もたくさんいると思うんだけど、はい、やっぱ朝の通勤とか夕方っていうのは通勤通学が多いじゃん。うん、 そうですね、それに偏らない時間に乗った時に 95% っていうのはこれ異質なんだな。要するにすごい広い世代にこれだけ浸透してしまっている。浸透することが悪いとは言わないけど、俺も見るし使うし便利だから。なんか異様な光景だよね。そう、みんながそれに行ってるっていう事態がいかに異様かっていうことなんですよ。そうね。そう、みんなの視線が同じものに向きすぎてることの異様さ。だってそこでもし何かさ、国を挙げてのさ秘密裏によ国家戦略でもされた日にはさ一網打尽ですよ。怖いね。僕も結構スマートフォンをね結構踏みとどまった時期もあったんですよ、はい、ずいぶん前に普及し始めた iPhone だなんだってみんなを持ち始めた時に僕はまだガラケーを使ってたりしたからね、はい、でも今職場で頼むからスマートフォンにしてくれって言われたもんね。携帯電話もそうでした。高校に入ってしばらく持ってなかったんですよ僕携帯電話を、うん、頼むから連絡つかないから携帯持ってくれって言われたんだもん。いらねえもんつったでしょ。いらないって言った。友達いねえしっつって。友達とかいう問題じゃなくてそもそも携帯に依存しなきゃ連絡が取れない人間ってどうなんて言って返したんだ俺その時。最悪だよ。もうまあ本当にコミュニケーションがあれだな、喧嘩だな本当に。基本的に俺喧嘩売るところから始めるから、ね、お前のその価値観を俺に押し付けるなから始めるから俺は。その当時の俺はね、もうお前と高校同級生だったらマジ友達になれないわ本当に。本当にとりあえず常に誰しもにも喧嘩を打ってたから俺はとんがってたよ。話それてんじゃねえかお前。まあ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 そんな感じでね。あとインカさんの最後があります。
最初に出したコミュニケーションツールの延長線上なんですけど、もっと細分化して、うん、一番気に食わない、うん、共有文化、必ず共有をする。そして共有したことに関して見た人は脊髄反射的にいいねを押さなきゃいけない。まあ、リツイートもその一つだしね。そうで、僕って結構そういった SNS っていうものに関しては何一つ肌に合わないんですよ。まあ、じゃあリア充の皆さん、ご用達の、ご用達のね、Facebook、うん、まあ、絶対無理ですよね、僕ね。そうですね。で、大体まあ、マニアックな人たちというかね、日陰を歩いてるような人たち、ご用達の Twitter。これもま、Twitter ってそうだろ？そうでしょう。これどっちも肌に合わない。なんでかっていうと、いちいち人の、じゃ出してるもの、やってるものに関して、よしあしは俺が決めるわけで、見てるっていうことを公言したり、僕は常々見ててるっていうことで知ってたりするってことは、イコールじゃあそこでいいねを押さないってことはお前は良くないと思っているんだなって思われるんですよ。勝手でしょ、そんなの。そうだね、別に、うん、じゃあ誰々さんがバーベキューを今日してきました、うん、そうなんだ、これいいね押さないですよ僕は。押さないだろうね。で、誰々さんが無事男の子を出産しました、これはいいね押しますよ。おめでとうってコメントも入れますよ。入れるね。それを全部鳴らして、全部いいねを押して、全部コメントを残さなきゃいけない。コメントまでいかなくてもいいわ。うん。いいねってやる、あの文化、リツイートする文化、ファボる文化、うん、あれだけは本当に気に食わないのね、俺は。なんでそれをしなきゃいけないの？いいものをいいって言わなきゃいけないのに、良くないものまでいいって言い始めたら、そのいいねが普通になっちゃうじゃんって。そうだね。で、そこにじゃあ価値はない。ただの作業、はいはいはい、そんな作業に1秒でも2秒でも割くのは無駄でしょ。で俺は思うのね、それをさ強要する人が周りにいるならインカさんの言ってる通りだと思うんだ、はい、今ね俺って偶然にもそれを強要する人はいないの。より良いものに評価をしよう、悪いものにははっきり悪いって言おうっていうことが物を作る人たちの間では当たり前じゃない。そらそうですよ。だから物を作る人たちのコミュニティの中にいると意外とねそこはね平気だよ。ないと思うよ、みんなそういういいねを乱用しないもん、うん、プライドを持ってるから。僕いつもね座右の銘というか好きな人の言葉を僕部屋に飾ってるんですよ。まあ気軽に、まあ、僕オープニングで共感って大事だよねって言いましたけど、そこにはね、はいはいはい、あの気軽に共感を求める時代だと、うんうん、俺にはあんまりピンとこないと、うん、共感を得なくても宝物になるのが音楽の真骨頂であるというね、山中沙央さんの名言が書いてあるわけですよ。だからそういうことなんだと思うんですよね。だからそれをじゃあ強要するというか、強要するってこれ絶対口では言わないんだよみんな。だけど強要してる空気を出すのよ、うん、それについてやっぱりこれは完全に情報化社会の弊害であり、無駄な作業をして人間がどんどんバカになっていくだと思うわけですよ。うん、頭の悪い猿に戻っていくんだなと、これを押しますよ私は。そうね、割とそこから自分を切り離せてるからな。あーそうね、あね、切り、それはね実はまあ、分かんないよ、それは人にもよるかもしれないし、うん、それが蔓延してることは蔓延してるのは事実あると。ただ自分をそこから切り離すこともできる、うん、だからこれ何々文化何々文化っていう形でインカさんは言ってくれてて、すごい分かりやすいなって思ったんだけど、はい、やっぱ 俺のやつもそうなんだよ。変な話、ダウンロード課金システムとかも、いやだからゲームやらなきゃいいじゃんとかさ、ツイッターやらなきゃいいじゃん、フェイスブックやらなきゃいいじゃんとかさ、うん、まあ、連絡部署に関してはちょっとまあね、仕事でやらなきゃいけないこともある、人は一人で生きてはいけないわけですから。あとスマートフォンの警戒に関しては単純に見てうわって思うだけの話でしょ。確かに切り離すことはできるんだ実は、うん、だやっぱりスマートフォンをみんなが手放すことはできるんだよ。だある意味これあれかな、全部と同率なんだよね、ある意味今日のレビューって、あトップ3は6つあるやつ、うん、で、 そうですね、極論を言ってしまえば情報化社会そのものの中毒性が一番問題なんじゃないかと思う。あいいねを押したりとかさ、まあ、レビューしたりもさ、ある種中毒じゃない。そうね、やめようと思ったらやめられる、見ないと思えば見ないこともできる、はい、だけど周りがそうやっているし、ついついやれてしまう容易さがある種中毒性を発生させてるんだよ。それが一番の問題なんじゃないか。便利で簡単、これほど中毒性の高いものないよ。ないね。だ私だけやめるっていうことになってしまったら、私は独り者になってしまう。
それを恐れてるんです。あ、やっぱりインカさんも恐れるの？私は一人では生きていけない人なので。あ、そうか。恐れますよ、周りに人がいないことを恐れる。そうな、そこだな、俺の根本的な違いはそこなんだ。平気だもん俺。あんたは一匹狼だから。そう、いきなり携帯がなくなっても多分困らないです。あの、物理的に仕事の連絡取れないっていうのこで困ることあるかもしれないけど、ヤブミでやればいいんだよ。だからね、そうそう、そういうこと。何を考えてんだヤブミとのろしでなんとかねそう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 、手おいまあそんな感じですかね。なるほどね。いやでもこれはね、下手にトップ3決められないな。そうだね。ああ、いや、やっぱね、情報化社会ね、闇が深いですよ。それをみんなね、警鐘を鳴らしていこう。僕らは今日はトップ3じゃなくても問題提起ですよ。そうだね。そう、これを受けて皆さんがどういう判断をされるかですね。それをコメントで待ちましょう。はい、はい。コンプレックストップ3は問題提起トップ3になってしまいましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか以上、コンプレックストップ3のコーナーでございました。今週のインカネーション、まあ、20年ぶりぐらいにですね、野球ブームが僕の中で来てまして、新しいあの野球ゲーム買ってちょっと遊んでるんですね。実況パワフルプロ野球ってのやってるんですけど、やっぱ野球って面白いなって。その後、まあ野球のそれに引っ張られて野球のね、プロ野球中継を見たりとか、高校野球のスーパープレー集を YouTube で見たりとかして結構楽しんでるんですが、その中でね、一番勇気の出るね、プロ野球選手のですね、実績があったんですね。小林弘之という投手がいました。この方ですね、25歳、26歳の時かな、結婚してるんですが、相手がなんと18歳だったんですね。幼妻、こういうね、若い奥さんもらえたら楽しいだろうなと。彼は今ね37ぐらいですけど、まあ、離婚もせず仲良くやってるみたいです。そして最後にこの人、6年間の交際を経て結婚したそうです。今週のインカネーションでした。ゲストの予定とかってあるんですか、今後。アキラさんが来てくれて、あなたのマクロスのレビューを聞きたいと、いうことをおっしゃってましたね。はい、あ、そう。もう結構ね、ヘビロテで聞いてるからできるよ、多分。あ、本当に？できるけど、なんていうかな、レビューというか感想ですよね。まあまあ、そうだろうね。感想を言うだけになっちゃいますけど、それでもよければね。あと、まあ、制作秘話とか聞ければ面白いんじゃない？あー、そうね。このアルバムに関しては僕はそれはすごく聞きたい。ああ、じゃあ、インカさんが制作費を僕らに投げるっていう感じかな。のもありですね、曲紹介プラス。ああ、なるほど。わかりました。うん、ちょっとそれをちょっとスケジュール決めましょうね。はい、楽しみですね。はい、告知でございます。はい、6月の12日日曜日、秋葉原通運会館にて、アキコレ6開催です。大和工房をこちら出展しております。最上階のところの一番番号の深いところなんですけど、まあ私がいると思いますので、すぐわかると思います。狭い会場ですから、大和工房足を運んでみてください。会場には500円で、入ることができます。コスプレのブースもありますので、あの、写真を撮ることもできます。あとミニ四駆のコースが出てます。ぜひミニ四レーサーの方は集まってください。新譜頑張って作っていきたいと思います。そして大和帝国制作オリジナルボイスドラマ、レイディバードガールズバックスドッグのサントラ、そして私のオリジナル第1弾アルバム、こちらも、ピクシブ連動ダウンロードサイトブースにて販売価格700円で販売中です。詳しくは私大和凛のオフィシャルブログでチェックしてください。はい、私の告知なんですけど、はい、ですね、大和帝国映像部のですね、作品、まあ、記念すべき最初の作品なんですけども、カップヌードルをどこで食べたら一番美味しいかっていう企画をやりまして、お、早く見たいんですよ僕。それの動画がですね、今年の夏8月また9月遅くとも9月にはアップロード予定でございます。今週末からあの編集作業に入りますので、お、バクテカしてますよ、ね、私の方のスケジュールがパンパンになっていくということですね。人のこと言えへんやんけ。ディレクターは私でやっておりますので、もっと形ができて予告とかできたら、まあ、皆さんにまた告知するかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。で、一つ相談なんですけど、はあ、もうその時にね、じゃあナレーションとかで BGM 使いたいなと思ったら、あなたの作った BGM 使っていい？ああ、それはいいですよ。やった、うん、はい、じゃあ今許可得たんでね、ヤムとリンの楽曲も使わせていただきます。よろしくお願いします。はい、
各コーナーへのお便り、番組へのメッセージはメール投稿フォームからお寄せください。 RCB38 コンプレックス、先日魔の80度バンク、これにて閉幕。マモトリン、アキコレはこのために行くのかな、ミニ四駆のために。今週のセクシー、こんばんは、リン姉さんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。ミニ四駆シリーズ。お前もか。ミラージュバンプ。ミラージュバンプ。何それ。ミラージュバンプ。説明しよう。ミラージュバンプとは別名ドラゴンバックと呼ばれ、竜の背中のようにうねったアップダウンのことだよ。お前誰だ。また来週。誰だよ今の。